すっぴんマスク、髪の毛はちょろっとドライヤーかけたんだけどこの状態で買い物に行ってきます。近所なんでね、すぐ戻ってきます。行ってきますこんな感じでセリアに行って買い物をしてきました。寒かったし、めっちゃ迷ってたら1時間ぐらい買い物してたんだけど、じゃあ今から生放送をするので、化粧をしたり髪の毛をちゃんとアイロンしたりしたいと思います。お腹すいた。どうも、一緒、ちょっと覚えてます。親覚えてない。好きだな。寝るときは、最近は仰向けに寝るよ。一緒。どうせ寝るとめちゃめちゃ顔向くのから。めっちゃ可愛い人いる。力也さんね。もう力也さんでもいい。とりあえず今ハマってるアニメを携帯で見ます。何にハマってんのよ。ナスです。ナス嫌いなんだ。ワイナスめっちゃ好き。てか5秒でさ、長射手長射手って言えないよ。意外とジンクですね。あと翔平とか。全然意外じゃないんだよね、ジンくんが。マジ M1 の5秒で答えてめちゃめちゃ面白い。個人的にジンくんのやつがさ、すっごい面白くて、むせ返った。はい、それでは今からクリスマス生配信に向けて少しだけ超簡単な料理を作っていきたいと思いますみりんと醤油とごま油だっけって聞いて。みりんと醤油とごま油だけ。うん、基本はね。みりんと醤油とごま油ね。もう何でもいいからネギだって。ネギ入れんの？とりあえず玉ねぎ入れるのだって。じゃあね。というわけで今から使う予定のなかった包丁を使いの玉ねぎを切りたいと思います。マグロの漬け、ユッケみたいな感じで食べれるんだけど、それが私めちゃめちゃ好きなので、クリスマスなので好きなものを食べたいと思います。最近ね、ほんとね、なんか胃がね、お魚の方が好きになってきたんよね。で、これをぶつ切りにしていきます。お皿に入れます。で、大葉3枚入れます。こんな感じで刻んだらここに乗せる。うわ、めっちゃいい匂いする。醤油を入れての、みりん、こんぐらいか。生姜ちゃんをちょぴっと、ごま油を入れます。これをね、ここにかける。これをかける。ここにごまちゃんをちょっとだけかけます。いっぱいかけちゃった。一品目のマグロの漬けは完成です。次はこの切れてるモッツァレラとトマトでカプレーゼを作ります。全然いい感じのお皿がなかったから、季節感皆無のお桜のお皿でやる。まずトマトを洗います。洗ったらこんな風に半分に切って、ここの間にチーズを挟みます。ここからならどこでも切れますって。チーズだいたいどこでも切れないよね。わかる。こんな感じで薄めにスライスされてるから、これを半分とかにちぎってトマトで挟む。以上。ここに塩コショウを少しだけ、少しじゃないけど、私コショウめっちゃ好きだからコショウめっちゃかけて、塩を若干かける。本当にしょろしょろっとだけかけて、あとはオリーブオイルをその上からかけます。で、最後になんかバジル的な何かとか、そのなんか葉っぱ系をのせたいっちゃのせたいんだが、ありません。じゃーん、この2つを食べます。クリスマスっぽくない？色的に。生放送が終わり、静寂が、まあずっと静寂だったんだけど、静寂です。今から動画を撮りたいと思います。とその前に携帯でツイッターを見ます。なんかみんなストーリーがさ、きらめいてる。うらやまぴーのすけだ。頑張って撮影したいと思います。3本撮りだめします。いや、めっちゃ悩んでるよね。なんか動画をね、一気にね撮るのもいいんだけど、動画をね公開する順番とかを迷ってしまうんですよ、私。今10時半なんだけど、さっき生放送が終わったのがだいたい8時ぐらいだったのね。何してたかと言いますと、8時半からのジャムライブをねまずしました。全問正解できませんでした。その後たらたら YouTube とか Instagram とか見てたら、この時間になっておりました。でも今日はタラタラする日って決めてるからいいんです。
というわけで、これから多分この動画の前に公開されているであろう年賀状を作る動画を撮りたいと思います。はい、今2本分の撮影が終わったので、もうすぐ12時になるんですけど、これから1本分編集をしてお風呂に入りたいと思います。では編集頑張ってきます。今2時前ぐらいなんですけど、大体できたのでお化粧落としてお風呂に入りたいと思います。イエーイ。まあ、2時っつったらね、大体夜中だと思われるものなんですけども、まあ、夜中なんですけれども、起きたらは今日16時だからね、眠たくはなってきたけどまだいけるって感じです。よし、大好きなお風呂に入ってきたいと思います。いつもは半身浴を1時間とか2時間するんだけど、今日は全身浴を10分ぐらいしました。超汗かくからおすすめです。上がります。これを使います。これ初めて使うんだけど、 G9 スキンの LINE のスキンケア系とか、今使ってる洗顔もね、G9 スキンだから多分大丈夫だと思うんだよねっていう感じで使っています。そして水を飲みます。干していた洗濯物を畳みます。この IKEA で買ったさ、バスタオルのこのなんかタグみたいなところって、なんかすっごい大きくて邪魔じゃない？ダンパーもそうなんだけどさ、これ、あ、そういやダンパーの今犬と猿が欲しいのだからね、めっちゃ今 IKEA 行きたいんだよね。コストコも行きたいし、なんか車ないと行きにくいよね。あ、これプラザで買ったピーチ化粧水、安かったのにね、ジャバジャバ使えるからね、めっちゃ好き。匂いもねいい感じなんですよ。もう最近流行ってんのかな、この鎖骨。デコルテのマッサージしてたら鎖骨がね若干出てきて、てかマッサージって本当に変わるんだなと思って。鼻って軟骨だから、なんかこうやって形づけると形づくらしい。最後にこの美容液つけてるんですけど、これがさっき言ってたバッグと同じ G9 スキンっていうところの美容液で、これはスイカの香りなの。そして髪の毛にオイルを垂らす。韓国旅行で買ってきた時のヘアオイルでございます。エリプスこの間ねリスナーさんにいただいてから3日に1回くらいはエリプス使ってます。あー、北斗くんかっこいいな。今もう何時だと思いますか？でも2時40分まだ。私3時過ぎてるかと思ってたけど、クリスマスっぽいことしてないんだよな。好きなもの食べることぐらいしかしてない。このアピーチのボディクリームね、超可愛いんだけど、超いい匂いする。でもちょっとお腹空いたんだよね、リンゴ食べよう、クリスマスだし。あ、で私あれ見てないんだ、楽しみにしてたキンプリさんが、キンプリさんが出たアカシア紅白をリンゴ食べながら見たいと。リンゴじゃなくてあれがあった、さっき残してたパイナップル。いつもは夜食べないんですけど、本当だよこれ、本当にプリレジェの動画の時とか、まあ、動画以外では食べないんだけど、今日は自分を甘やかす日だって決めたんだけど、思ってたより動画撮影の時間が長引いたっていうのと、思ってたより起きるのが遅かったから、ちょっとパイナップルだけ自分を甘やかす。カリウム、カリウム、そして私はキンプリを見ます。取れてないわ、取れてないやんけー、もうやだー、本当にショック、およびショック、え、ショックー、何見るー。最近ブリーチをね漫画読んでて、アニメもねなんか後追いで見たんだよ、一気に見たんだけど、また見たくなったので最近ブリーチを見てます。あとあれ、家庭教師ヒットマンリボーンっていう、わかるかな、キンプリちゃん見れなかったんで、ブリーチを見ながらパイナップルを食べます。皆さんがなんかおすすめのアニメとかありますか？ジャンプ系はだいたいね漫画読んでたんだよね確か。オレンジレンジめちゃめちゃ好きだからさ、主題歌も最高みたいな。今から何をするかと言いますと、明日の1本目のサムネだけを作ります。今は3時50分、4時までに電気を消すっていうのが私の目標でございます。歌いになります、嘘の角から飛び出してきてくれないか、キレは横にいてほしくて、どこにもいてほしくなくて、僕のことだけをずっと考えていてほしい。
やっぱさ、いいよね。バックナンバーっていいわ。涙出る。良すぎて。カラオケ来て。親のカラオケに来て。カラオケ行きたいよ。よし、サムネできたぞ。みんなが見てくれますように。お、3時59分。よしになってしまう。こんな感じで私のクリスマスの一日でした。いつも寝るのはだいたいね3時4時このぐらいの時間なんだけど、起きるのはお昼までには起きるようにしております。あ、今日誠くんのモバイル読んでない。いつもと大して変わらないクリスマスを過ごしましたが、いつもよりちょっとのんびりできたので明日からまた頑張りたいと思います。お家から出ないクリスマスっていうのもいいと思いますよ。電気消して携帯散りながら寝落ちしたいと思います。今度はね、こんなダラダラしてない日常も撮ってみたいなと思うので待っててくれたらなと思います。それではおやすみなさーい。